安藤光明は、日本中央競馬会、立東トレーニングセンター所属の元騎手の調教助手。2007年2月までは、笠松競馬場所属、同年3月から2009年1月までは、美保トレーニングセンター、菊川忠した地球舎所属の騎手だった。笠松競馬所属時の勝負服の服飾は銅紫、白山形一本林、袖木、愛知県一宮市出身。 JRA 騎手の安藤勝美は、実弟、長男、安藤洋一は、大池馬上所属の騎手。また、JRA 騎手の太宰圭介は娘婿にあたる。出生から、幼少時までの姓は、北浦であったが、中学3年生の時に両親が離婚、母親に引き取られ、安藤姓となる。両親は後に復縁したが、復縁時には逆に父親が安藤席に入ったため、 本名は現在でも安藤光明である。初起場は1976年10月20日、翌10月21日には早速初勝利を挙げる。笠松競馬時代は、小井戸金一級社に所属し、地方競馬において JRA に移籍するまでの間に2818勝を挙げており、笠松競馬のみならず、地方競馬全体を代表する騎手として長年活躍してきた。 JRA においては1992年6月27日、第2回中京競馬場3日目第11競争で、ベッスルエースに起場したのが初起場。しかしその後 JRA においては勝ち星に恵まれず、初勝利は7年後の1999年12月19日、第3回小倉競馬場、第12レースのラパシオン。 地方競馬所属時代の JRA 通算成績は12勝。2005年12月に地方競馬最高会議での合意に基づき新たに創設された期間限定機場機種制度により2006年1月10日から3月10日まで多い高橋三郎級舎、同年5月1日から6月30日まで船橋渋谷信広級舎に所属するなど地元以外の競馬場にも 積極的に参戦してきた。JRA の騎手免許試験を一次試験から受験し、2006年度の試験を突破し、2007年3月1日からは JRA の騎手として起乗した。遺跡当初から立党に所属した弟とは、対照的に美保、菊川旧社に所属した。遺跡当初、美保所属とした理由は、長男の陽一が、後営、大いにて、 騎手になる修行をしていたためである。同様に、高齢になった家族の世話をする必要が出てきたという理由で、2009年2月から拠点を立党に移した。2012年2月29日付で騎手を引退。同日の笠松競馬での交流競争が最終騎乗となり、レース後の引退セレモニーでは、弟の勝美から花束の贈呈を受けている。引退後は、 坪ぼ県昇級者にて、調教助手を務めている。いずれも、中央経済席以前。ありがとうございます。